しかった二重ゲットです。皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと急なんですけど整形します。まあ僕もともと奥二重なんですけども、いろんなさ人見ててやっぱ二重可愛いなっていうさ、そういう憧れがあったんですよね。やっぱちょっと可愛い目になりたいなっていうの、まあちょっとモテたいなっていうのがずっとあったんで、ちょっと奥二重になる施術をね、今回まあちょっとお金が貯まったんで受けてこようかなと思っています。ここっすね、到着しました。今回施術を担当していただく今井先生です。希望のデザインとかってありますか？なんか二重になりたい希望とか、そういうなんか、なんで二重になろうと思ったっていうのありますか？もともと奥二重ではあるんですが、やっぱりその会う人は会う人ですごいパッチリなお目目してる人見るとなんかすごい惹かれてしまう。すごい可愛いなとかかっこいいなっていう印象がすごい強くって、一回お金が貯まったらやってみたかった。わかりました。じゃあちょっとシミュレーションをしていくので、はい、メガネを取っていただいて、これを持ってください。これが少し広げたバージョン、これがもう少し広げたバージョン、こうじゃ あの広めの派手なやつって感じですかね。いいです、よろしくお願いいたします。僕気づいちゃったんですよね、今井先生ね、あれジム行ってますね。三頭筋の張り出しと足の形がね、なんか僕はそう思ってならないですよ。じゃあね、これから施術やっていただきます。こんな感じですね、綺麗になりました。これ今腫れてる、ちょっと腫れてるらしいんですけど、まあこれが3日をピークに引いて1ヶ月後にはもうちゃんと腫れもなくなって自然な感じになるっぽいですね。これで念願の欲しかった二重ゲットです。 TCB ありがとうございました。感謝です。帰ります。ということでお疲れ様でした。今日はですね、人生初の整形ということで、まぶたをねちょっと、二重にしてきました。でよくね、その日本人って整形に対して否定的な人が多いっていうか、親からもらった顔をいじるのはどうたらこうたらみたいなと言うんですけど、少しでもモテたいとかかっこよくなりたいとか可愛くなりたいっていう、そういう気持ちはね、その生き物として当たり前のことだと思うんですよね。素晴らしい体験を今日はできました。 TCB さんありがとうございました。今日はこれくらいでしておこうと思います。じゃあ準備行ってきます。バイバイ。